はい今日ご紹介するのは、えー、これですね、はいえー、出口鬼三郎清子がお作りになった、えー、幻のかるた「えー、百鏡と」と、えー、書いて「も、え、う、ー、鏡」と読みます。まあこれねあの普通の百人首と同じように読み札と取り札があってでまあ読み札にはまあこう、あのー、なんて言うのこう。 鬼三郎の歌ね歌と、えー、それからあのー、写真が印刷されてで取り札にはまあこうこういう具合にその下の句だけが印刷されてるわけだね。だから基本的にはまあ普通のあの百人一首のカルタ取りなんかと同じように読み手がまあこの読み札をな、えー、読んでで何人かがまあこう取り札を取って競い合うと。 まあ、そういうゲーム的な使い方があるんですけれどもこれは別にねあの一人でねあのパラパラとこの読み札の方を、えー、ね見てあの歌を読んでそしてまたこのねあの鬼三郎精神の写真見てるだけでも結構面白いしでこれまたねあのオラクルカード的な使い方も できると思う,んですう出口をねさぶる人は生涯でねもう100万人と言われるほどもうめちゃくちゃな数の歌を呼ってねでまあ,あの歌集も大体はも売ってんですまあこんなねもう分厚いですよねこんなんとかね、はい、まあこれなんかねこんな分厚いのねこれなんかねもう 10, 10冊かねもういっぱい出てるぐらいなんですよね。はい まあね、それぐらいたくさんの歌を読んではるんですけどもこの「桃鏡の」あの歌いうのはあの大本賛美歌から鬼三郎聖子自身が百首を選んで昭和千年に作られたもんなんですね。であの大本賛美歌いうのはね、あのー、もともと「霊界物語」の61巻62巻として、えー、成立したものなんですね。でこれは八ああ書店版でいくと、第11集 のあのー、最初の2巻がちょうど61巻62巻に当たるわけなんですよ。で、あのー、この第61巻の口述が始まったのが大正12年の5月1日で中1日休んで62巻の口述が終了したのが5月16日なんですね。つまりあの、えー、1巻あたりね約1週間で口述、あのー、してあるわけですね。でレカの,あたりの あの口実は1回あたりね。平均すると2日なんで、うん、それに比べると少しあの長めに時間かかったわけですけど、それにしてもやっぱりね。このあの手口に三郎っていう人は普通の人じゃないんですね。これ別にこの歌のね。従ってた。なんかあるわけ。でも何でもないんですね。あのまあ、そのまま嵌合状態、えー、トランス状態に入ったままですね。あの。 口からですね。どん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 歌が出てくる。そして、あの、成立したのが、この。大本賛美歌二巻、六十巻、霊界物語でいくと、六十巻、六十二巻なんですね。はい。ほんね、これはまあ、面白いのは、その。霊界物語はね、あの、大西三郎さん、めちゃくちゃなスピードで、こう、口述していくわけなだよね。だから、まあ。最初の頃はね、それでも、まあ、あの、口述が終わって、だいたい半年ぐらいしたら、まあ、あの。 観光できたんだけど。どん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 進むとね、だんだんこの。組版印刷には時間かかるでしょう。おにね、小見三郎さん、その2日で一冊やったって。ね、あの。しかも、組版だっ,って、今みたいに、その、あの、パソコンなんかないですからね。あの、鉛の活字で。組んでいくわけだからね。どん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 、その発行と。あの。 述とそれから、まあ、発行の時間がこう拡大していくんやねだからこの、まああのー、大本賛美歌あ霊界物語の,の61巻62巻の頃になるとねもう2年半以上のこうもう時間が、あのー、空いてくるわけですよだからその61巻を言うたようにさも62巻も要するにもう大正12年のね5月あの半ばにはあのー、もうか、あのー、できてたんや。 だけど実際にこれが印刷されて刊行されたのはね大正14年の10月だからあの61巻に至ってはその翌大正15年の1月になってねやっと刊行されたわけですね。はい、ま,まあこの61巻62巻刊行された時はあの何、ー、ちゅうの霊界物語のあくまであのー 一巻でありますよと、霊界問題の中の一冊ですよというこのレギュラーな表紙の本とね。あのー、まあ、中身同じじゃないかと、今度大本賛美歌。はい、ええー、上巻大本賛美歌下巻という表紙の本とね、まあ、こう二種類ね。あの、ツーパターンが、まあ、制作されたわけですね。はい。こういう、あの、まあ、準備整えた上で、あのー。昭和。 2年あの4月になるとね親善、まあ、礼拝においては祝詞を創造した後にあのに必ずこの、えー、賛美歌から何か歌を選んで、えー、みんなで放送するということが、まあ、定められたんですね。まあ、ねこのノリトを創造した後に、えー 賛美歌を歌うという今現在のあの大元系の各あの教派で行われているまあ天。ま典礼がまここで隠れてしたわけなんですね。で、この大元賛美歌の重要性に関しては、出口。鬼三郎は、これはあの宣伝史の教科書やと。まあ、宣伝子というのは、まあいわゆるまあキリスト教でいう。牧師とか宣教師やねの教科書やとで、この賛美歌にはあの。 いろんな問題に関するその回答がねあの歌の形で示されてるんやとんというふうに言ったそれぐらいは非常に重要なものとして位置づけられたわけなんですねはいしかしいかにこれは重要なものやと言われてもね霊界物語の,の単行本で二冊分ですから相当な量なんですよねでまぁこうそれぞれの歌には一から567は567まで番号が振られてます 567のはまあ魅力の数やね魅力にちなんだ数が、えー、まあ振られてるわけなんですね。ほんなら567種類で書いたら、まあ、そんな甘いもんじゃなくてですねまああの超歌形式のやつはねもう一つの歌であの何十行なるしあるいはその五七五この「桃鏡」なんかに収録されている短歌形式ね五七五の短歌形式のもんにしたってこれまあまあ は8個とかね8首とか10種まとめてまあ一つの歌になってだから、あのー、おそらく単,単歌形式のもんだけでも、あのー、まあねその出口鬼三郎したはね本当にものすごいスピードでねものすごい量のもんを出していくわけよね霊か物語にしたってあんたね81巻83冊でしょそれでこのね三部ら言うともこれあんた 単価だけでもですよ超歌入れたらもっとなるわねそんだけのこうまあ、まあ、非常にね短時間でこうボリュームで迫ってくるわけですよねだからまあなかなかこう当時のいわゆる宣伝士にしてもあるいは幹部にしても一般の信者さんにしてもこうなかなかついていけないと。まあ そこでまああの鬼三郎ローとしてはこの三比カにねみんなを親しませるためにその重要とされる大本賛美歌の中から、えー、さらにですね重あの重要とされる百種を鬼三郎さん自身がセレクトして、えー、それにあのご自分の、えー、写真をですね、えー、配してまあこのカルタが生まれたわけですわまああの写真様々でこういうふうにねあの神さんの姿に ええー、している写真もあれば、あるいはあれやね、あのー。これなんか、あのー、入門された時の。こうやな、入門された時の写真なんかもあるし。それから、あるいは。まあ、こうなんか、若い、あのー、そのべで。牧場やってはった時の写真ね。まあ、これも若い時に、あの、ちんこ君である。ね、あの、長澤勝田のところで。 まあ、鎮魂記事にこう習得して、まあ、鎮魂員くんである若、まあ、い時の写真だったり、えー、あるいはあと、まあ、これちょっと珍しいねこれ像に載ってるな,なんかこの大元の,その綾部に、えー、この像がなんか来たことあんねやねこれね多分ねだからまあこれなんかまあ乗馬、まあ、されてる写真があまあそのさまざまあるんだけどまあ多くはねあの、まあ、あのこういう。 写真ですね、えー、こういう新刊の装束されてるのもあれば、まあ、こういう、えーね、和服のものもあれば「昭和の七福神」という映画うち、えーまあ、でよみがえる出口を鬼三郎として、えー、ナレーション入りで DVD 版出してますけど、まあ、あれに象徴されるようにね、まあ、あのもう天性のパフォーマーなんですよね。えー、だからまあ あのー、写真の記者になるとねこうなったんよね,この人はね非常に面白いのはこの「桃かがみ」の写真ですね今言うたように神様のお姿に扮されてるものもあればあるいはその猛虎に行かれた時の写真もあるそしてまた若い時の写真もあるいろいろあるんですけど大半はねあのー、綾部そして亀岡の深淵でねあのー、まあ あの撮られた、えー、それもねスナップ写真なんですよねこれね言うてみたらねその官主姿のもんもあれば紋付き羽織りきたやつもあればあるいはその宣伝私服着たのも着たお写真もあればあとはその浴衣姿のもんもあったりしてでそれはねなんかこの偉い人の,あの肖像写真ですよっていうのではなくあの今で言うたら自撮りのようなこう気軽な 感じでうん、あのー、撮影されたまあ言ってみたらそういうこうちょっとあのノンシャラな雰囲気がこう溢れ出て、えー、んですねで、だからその何気ない普段のそのそういう自撮りに近いような感じの写真なんですけどそれぞれにねあのー、豊かな表情があってで今にもねあの鬼サボロこの動き出しそうなあのー そんな感じそんな一瞬をこう切り取ったような感じがある、まあ、そうまあ独特のオーラがあの出てるんですね、はいえー、だからそ,のもそういう意味ではこの「桃かがみ」の中であの出口鬼三郎征縮は、まあ、ずっと今でも永遠に生きてはるしでそういう意味においてはその DVD のね「よみがえる出口鬼三郎と」と、まあ、一対を、えー、なす。 まあ、そういうもんだというふうにあの考えていただければなと思います。